免許更新今日行ってきてました。今推理してますな、はい、いやもう本当にこのね、はい、この5年で人ってここまで変わるんだと思ったんですけど、おこれまず5年前のこれ私すごい、はい、これね、あ免許更新って河野さんに行ってきたの。なんでお前ちょっとしゃくれてるなんやこれ、ちょっとしゃくらせたんですよ。ええ待って、ってかさ、そもそもさそもそもさしゃくれて免許通るんこれ。いやだからずっとあの入った時からずっとこうやってたいやお前さこれ用ないんじゃないかそれ。いやこれ5年前だから芸歴2年目。おうめちゃくちゃシュッとしてるでしょ。ちょっとごめん、しゃくれが邪魔になったお前シュッとしとるかどうかわからんお前。でも見て顔の感じ、顎のラインとかさ。まあまあでも言うてもシュッとしとんな。いや髪も俺こんな感じだった、イケメン風な、おこんな感じだったっけ。やっぱちょっと細いしな、ちょっと茶髪だし。これはちょっと待って、ケイさん、じゃあ行きましょう。もう俺ほんとやるなって、これは何もなしで、はい、もうあの普通に眠朝一で行ったんですよ。ちょっと家で実家久しぶりに帰るんでゆっくりしたいなと思って実家で。やっぱ人間ってほんと退化するんだ。ほんとにびっくりしたって、改めてさせてみて。もうつらいんだけど、これ何もやってないんだよ俺。これはなんかちょっとしゃくれさせようとかじゃなくて何もやってないんだけど。すごいっすよ、これは。人ってこんな変わるんだ。人ってやっぱ変わるんすねこれね。まああなたが2倍になってますね、顔の大きさも。5年でここまでなりましたか。もう5年経ったらどうなんの俺。お前収まんねんじゃねえ顔の一部分だけがこう映ってこれすごくない。俺これ分かるかな、逆に。ちょっと免許確認いいですかって言われた時こうやって、うわーこれはすごいね。これはすごい、これもう犯罪者じゃん俺これ本当に